それは小僧って呼ばれないです、多分。もうちょっとなんか、なんていうの、あ、ロッケーソーのリーチ、これじゃあ数層切って行こう。高めちゃんとのリーチをかけるか。まだやめて。あ、そうだね、急速こぼれやすいもんね。大人になりました、悪い。いやー、これ何なんていうんですか、伊佐山タイムみたいなやつ。あ、伊佐山タイム、伊佐山タイム来てますね。トン2曲は5本馬になりました。今曲ドラはチーマン、親番伊佐山の手はダブトンゾーだ。さすがにさすがにない。ただドラが1枚、ピンズでも1メンツ、うん、イサイサタイムはあんまりなんかこうゴサッとしてそうじゃないですか。ゴロがねあんまり良くないですね。なのでこの次ね映るんですけど、はい、小川の手がね、そうちょっと皆さんワクワクしそうな手が、マジで、うん、楽しみ。こちらに大です。あー、あんこが2つ。だって本一のブロック3ブロックありますからね、これ、うん、小川ペーチャ、うん、3個も見えるよね。ね、あります春のカンパーピンが埋まりました。一面つ完成。ちゃんと丸もんね。ありますね、小川の手ですね、うん、ありますね。これでしょ、確かにこれワクワクするね。おー、裾を引いた、想像が増えた、うん、まあ、とりあえず本一と、まあ、あとドラガチはね浮いてるんで、まあ、そうですね、うん、リーズもちゃんとドラもあるもんね、いいよね。パワー1とか9番を使って、うん、リーズもちゃんと初ドラいいよね、うん。でもちょっとこれぐらい点数離れると、なんか漫画あの手材料だと漫画じゃちょっと物足りないなっていう気持ちにね。ハルマンドでもリズムちゃんと初ドラ、ここでドラを切るか、それともシャア切るのもあるよ、ね、シャアかな、うん、シャアは一枚切れ、うん、ただシャア逃したら超痛いけどね、うん、そうですね、シャアはちゃんたも本一もね、そう両方使いですからね。ドラは重なってもドラドラのリャグハンズもね、そうですね、うん、でもちゃんたには使えるもんね、うん、シーソー、これはチワンか、これはチワンだ。ドラ切っていく、本一イーシャンテンです。ハクがでも2枚切れになってる、すでに、うん、じゃあ急走引いてもハク探検は難しいですね。そうだね、しかも尾崎がねなんか変なんすよ、捨て牌これ国士だったらもうハクもないんでね。そうか、そうですね、はい、うん、実際はこちらの手配ピンズが多めです。こういう時にシャア引くと痛いってなりますよね。なる。あの瞬間はね、そうシャアってそんなに裏目じゃね、うん、はないんですけど、ここですよね、うん、ここは痛いよね。なんなら急走引いてもちょっと痛いですもんね。シャア短期ならちょっとそっちで待つ選択肢もあったかなみたいな、ね、うん、1枚切れシャア短期だったらね。あ、これですね、ほらこれでもいっそ、リーチもいいけどね、うん、リーチあると思いますね。初本一闇天に構えました小川。え、これもしたらなんか見逃しとかも考えてたりするんですかね。あ、誰から2人から、誰2人って、あ、春野からは上がらないとかあるじゃないですか。尾崎から上がると着順アップ、うん、で伊佐山から上がると、まあ、着順上がるのも見込めるし、うん、単純に素点でも16ポイント変わるっていう、へ、うん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 、あ、でもあるかもしれないですね。あるかもしれない、うん、まあ、シンプルにね積もって打点上げるリーチも有力な選択だと思うんで、はい、小川は結構リーチしそうなタイプかなって思ったんですけど、うん、そうですね、ここまで見てる、小僧玉、小僧玉、これは小僧玉、小僧玉が小僧かちょっと分かんないですけど、この玉は逆に、うん、なんかリーチの方が小僧っぽくないですか、なんか無邪気な感じがして。ああ、そうなんや、じゃあそれは小僧って呼ばれないです、多分。もうちょっとなんかなんていうの、あ、ロッケーソーこれリーチじゃん、行こう、数層切って行こう。高めちゃんとのリーチをかけるか。まだやめてん。まあ、そうだね、急走こぼれやすいもんね、うん、大人になりました、悪い、うん、急走で本一ちゃんと初ですね、うん、ハネマン。でも変えるよね、それは今の変えるわな、うん、春野はこれで単葉に振り替わった形。ただピン風も見ていくかどうかとかですか、悩んでいた。そうですね、うん、それでもやっぱ急ピンになりますね、チーピン振り点なんでね、はい。いや、でも尾崎から急走出ますね、これ出るね、うん、だから伊佐山もこれ積もると嫌だね、でも後味悪いよね、6球層怖いねですね、リーチして球層積もると倍満ですもんね、うんうん、そう。伊佐山これでもドラターツ払うかどうかですか。 Q1 切れば単葉だけど G1 がドラ、うん、あのパーがね結構いい街に見えるんですよ、うんうんうん、だからやっぱり切れないんですよね、そこ外していきづらいってことでありますよね。小川の急走もまだ2枚いますからね、はい、いますね、いい待ちすぎるよ。ローソンも2枚あるんでしょ、だって
めちゃくちゃいます。これはカンパーソもあるかない、つもりないよね、さすがにね、あるけどないよ、イペコちゃんとイペコ確定みたいな、うん、そうか、じゃあはい、あーパーソー切りの3号とかもね、まあ、それはあんまりしたことないけど打点、まあ、を見るなら選択肢の一つになりそうですね、うん、まあ、現状でもね、急走なるほど、ね、うん、で倍満になるツモの牌が多いのは、うん、3個とかですよね、うんうん、で現状これローソーツモは倍満にならないんで、まあ、リーチしたとかですね、ラマで倍満ツモ、確かにね、確かにそうだね、小さい1枚増えるからね、そうなんですよ、ね、確かにそうだね、まあなんか確かに、まああんまやらない、うん、やらない方が一般的かなって思いますけども、もうなんか6球層リーチするタイミングがなさそうだね、うん、リーチすると流局層でもうしばらくダマか、これはまあ、この、ね、段階の小川のダマ点をケアして打てるのはかなり難しいと思うんで、うん、ちょっと不穏な捨て牌だなみたいな印象はあると思うんですけど、あ、来た、伊佐山がリーチに行った、これむしろ小川あれちゃう、望むとこちゃう、これ関数層つばきりおっかけあります、ね、うん、ありそうですね、うんうん、数層が実は春のに3枚ってことは順からだ、順からだ、チャンスだ、小川行け、小川行け、来るぞ、お先はお昼、小川も選択、今にも潰れそうだよね、でもね、うん、来るぞ、いい層現物、どうしましょう、つもぎってリーチ、これは熱い、これはね、急層2枚いる、これは一切前しゃあないけど、ね、こうなるけどさ、あ、横にしてね、そうそう、ちょっと熱くなったんちゃう、うん、あれれ、春のも単葉のテンパイを入れています、寒中層は残り山に1枚です、うん、バイマン積もったらね、2枚の線積まるよ、9層積もった、積もってる、積もう、上からストーン、裏ドラブ乗った、リーチ一発積も、本一初ちゃんたドラ、10本あれ、10本だこれ、4000、8000は4500、8500、みんなちょっと固まってましたね、うんうん、多分開けられてびっくりみたいなね、負けたんだったらね、サクッと点数で言うんですけど、うん、ね、これも高まってますからね、うん、いやー、これすんごすごタイミングがすごかったですね、今、うん、ちょっと今急走ちょっと空中から降ってきましたもんね、そう、うん、前降りた、ファー急走がファーって前降りてきた、うん、いや